いっそ、オーディションに勝ち残るために、他の希望者を研究してみるか。少しでも、彼らを上回るような演技ができれば、役をもらえる。そして、リオの役さえ勝ち取れば、稽古の中で役を磨く機会がもっと生まれるかもしれない。ならばまずは、オーディションを突破することを考えた方が。いや、いや、ダメだ!そんな小手先の演技で役を勝ち取ったとしても、意味がない!俺が目指すスターは、できることは、全部やった。役の背景を考え、どんな心情になるのか、どんな動作になるのか、何回も試した。しかしそれでも、届かない。青龍院どころか、他の役者にも、一体、どれほど果てしないんだろうか。ワンダーステージでのショー、宣伝公演、朝日さんたちとの合同公演に、ワークショップ。どのステージも、手応えがあった。一歩一歩、成長していけているという実感があった。だからこそ、今回の公演でも大きく成長できるだろうし、これから先も成長していけると思っていた。だが、俺ぐらいの実力の役者はそこら中にいる。そしてその上には、朝日さんや青龍院のような抜きんでた力を持つ役者たちがいる。そしてきっと、あの人は、その先、頂点、遥か、見えないほどの場所にいる。俺は一体、どうすれば、あの場所にたどり着けるんだ。いや、ダメだ。手を伸ばすことをやめたら、届かん。掴み取ることもできん。進み続けろ、天馬司。こんな時間に電話、誰だ。こんな時間に一体どうしたんだ?全員揃って。